ごめんね、せっかくのテスト終わりの日に。実は、ちょっとやってみたいことあって。じゃん。なんだかわかるさすがにわかるか。そう、催眠術。ショッピングサイトでたまたま見つけたんだけど、なんか評判いいらしくって。だから、ちょっとだけ実験台になってくれない痛いこととか、辛いもの食べさせたりしないから。 ってことで、お願いね。あ、そうだ、こっちも準備しないといけないんだった。あ、なんかね、一緒に届いたやつに、お香みたいなのがあって、これを炊きながらやると、効果が増すんだって。つけてみよっか。うん。わ <laughs> あ、結構いい匂いだね。 じゃあ、物は試しってことで、やってみよっか。リラックスしてね。うんうん。いくよ。目を閉じて、まずは頭の中を空っぽにして、自分の意識を深く深く下げていって、そしたら、そうだな。頭の中で、 私の顔を思い浮かべて、髪型、鼻、目つき、口元。私の顔を細部まで頭の中で作るの。どうできたじゃあ、私が三つ数えたら手を叩くね。君は、 私のことが好きになるの。私が手を叩いたら、私のことが大好きで、私のことしか考えられなくなるの。行くよ。三、二、一。よし、こんなものかなー。これ、かかってるのかな。 試してみよう。えっと、君は私のこと好きえ、本当にどれくらいえ世界で一番だなんて。もう、私も大好き。はぁ、あ、うまくいってよかった。ようやく君とくっつけた。ちょっと反則気味だけど、 別にいいよね。これでずっと一緒にいられる。もう君のこと絶対に話さないもん。ねえねえ、君も抱きしめて。お互いの匂い、こすりつけよう。うーん。うーん。うん。君に抱きしめられてる。最高。<laughs> あ、でもこれって、 ずっとかかり続けるわけじゃないもんね。どっかで溶けちゃうのかな。まあいいや。それより先に、やることやっておかないとね。君、私のこと好きなんだよね。なら、私のこと、押し倒してくれない私への愛、言葉じゃなくて、行動で示して。お できないのおかしいなぁ。それとも、まだ覚悟がないのかなぁ。<laughs> これでもう離れられないね。<laughs> わざと催眠にかかったふりしてくれたんだよね。わかってるよ。私が君をどれだけ見てきたと思ってるの私、君のことぜーんぶ知ってる。 嘘つく時の仕草も、照れ隠しをする時の口癖も、昨日の君の夕飯も、お風呂で最初に洗う場所も知ってる。だから見ててすごく可愛かった。でもさ、なんで押し倒してくれないのせっかくチャンスをあげたのに。だって君、私のこと好きでしょ催眠にかかってなくても、元から私のこと好きだもんね。 言ったよね。私、君のこと何でも知ってるって。私の恋人になるの、怖い <laughs> 何が怖いの私別に束縛なんてしないよ。今の君のお友達、すっごくいい人たちだもん。私も仲良くなりたい。そしたら君のことももっと知れる。それとも、ご両親のこと 君の家結構厳しいもんね。門限あるし、連絡もこまめにしないと怒られるもんね。でも大丈夫。愛の力を止める権利なんて誰にもないよ。大丈夫。怖くないよ。私たち二人なら、どんな困難だって乗り越えられる。だから、ね。このまま、私と一つになろう。